はい、一通りちょっと外に荷物出してで、ちょっと掃除終わったんですけれども、こんな感じですね。ここが風呂だったみたいですね。五右衛門風呂ですね、昔ので、ここで洗ってたんでしょうね。でちょっとここは出して、でここの段ボールなんですけれども、ここを片付けちゃうと後ろがこういう風に開けっぴろげになってるんで、そうすると雨とか降った時に直にここに入ってきちゃうん でそれはちょっとよろしくないかなと思って、一旦ひとまずこのままにしておきます。で、適当な板を見つけて、でここに打ち付けてちょっと塞いでいこうかなと思います。でここは何に使うかっていうと、薪置きとして
使えるんじゃないかなと思って、一時的な、あんまり換気は良くないのかもしれないんですけど、あの外に置きっぱなしにしてるよりはマシかなと思うんで、で使い道もないんで、ここに木材ちょっと置いておこうかなと思います。でここ一応周りがほとんどコンクリ張りなんで、まあシロアリとかの心配も比較的少ないかなと思うんで、そんな感じで使っていければと思います。はい。